日本関東地方千葉県市川市鬼高鬼高は千葉県市川市にある地名。現行行政地名は鬼高1丁目から鬼高4丁目。郵便番号は272-0015。市川市北部に位置する。地域内には市川警察署、市川管理裁判所、市川区検察庁、メディアパーク市川、千葉県立現代産業科学館、ニッケコルトンプラザがある。 また、地域の北端に JR 総武線、地域の南端に、京葉道路が通る。一丁目にコルトンプラザ、二丁目に、市立鬼高小学校、二丁目に隣接して JR 総武線下宇佐中山駅、三丁目に、市立第六中学校がある。東は、船橋四本中山、西は、南八幡東大和田、南和田尻、北はおにごり、鬼堀、 高いしがみ、八幡と接している。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、鬼高2の22の14の地点で24万円、平方メートルとなっている。鬼ごりの鬼と高いしがみの項を合わせて作られた。2017年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は、 以下の通りとなる。AB、町長別人口。市川市。2017年11月6日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月7日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年5月29日閲覧。国土交通省地下工事。都道府県地下調査。小中学校の通学区域。市川市。 2017年11月7日閲覧、ありがとうございます。